ぶっ殺してやる。死ぬのはお前だ。ただしジャッカルの居場所を聞き出した後だがな。なんだ？口が勝手に。新一という飛行をついた。貴様は口を割るしかない。ジャッカルはかつて凶悪犯ばかりを集めて投獄していたと言われるビレニープレズンの跡地に。そうか。なぜだ、なぜ口が。では貴様の処刑を始めようか。殺してやる。ほーかぶやーくそ。ここまで来ればもう大丈夫だ。フォックスのおかげで俺たちは生き延びることができた。奴の死は無駄には。なっ、バカな、追いつけるはずがない。終わりだジャッカル、覚悟を決めろ。野郎ども、こいつを引き殺せ。奴は人間じゃねえ、化け物だ。化け物。そうか、あいつだ。もうあいつを解き放つしかない。どこへ行こうと逃がしはせぬ。倒すには悪魔だ。聞こえるぞ、悪魔の鼓動が。今そこから出してやる。行け。
過去700人を殺し死刑執行されること13回、だがそのことごとくを生き延びた。今こそ蘇れ、デビルリバース。ふう、暗いところ嫌い。閉じ込めたやつ憎い。お前か、閉じ込めたのは。待て、俺はお前を助けに来たのだ。本当か。俺はお前の兄貴だ。幼い頃に生き別れたお前を助けるために来たのだ。兄貴、今からお前を外に出してやる。弟よ、やつがお前を閉じ込めた張本人だ。お前は俺閉じ込めた。まさに悪魔だな。お前殺す。こいつを巨体と怪力だけの男と思うな。殺人剣ゆえ時の皇帝に禁じ手とされ、伝える者はいなくなった。こいつのデブルリバースという名はその剣法の称号なのだ。お前殺す。よかろう、ならばお前たちに二王剣以上の恐怖を教えてやろう。なんだ貴様の体は。人間の体は恐るべきパワーを秘めている。だが常人はそれをわずか 30% 使えるのみ。しかし俺は 100% 引き出せる。それが北斗神拳奥義、天竜呼吸法。Woo!
なんだ、お前何した。救世主、 よくぞこの悪魔を倒してくれた。そいつはお前の弟ではなかったのか。冗談じゃねえ、こんな化け物。兄貴いねえよ。いや待て、あれは嘘だ。離せ、こら。なんとかしてくれ。また得意の芝居で説得してみたらどうだ。説得できたらお前は助かる。待ってください。助けて。信じまう。奴らのために祈る言葉はない。バットとその弟たちのためジャッカルを倒し、トヨの仇を追ったケンシロウだ。この荒廃した時代、今この瞬間にも弱い者が嘆き苦しんでいる。果たして全ての民が手を取り合い生きていける日はやってくるのか。